言うとガレージにこもるか朝からスニーカーを洗うかどっちかだからね。聞く。 CO2 の反撃飲む。ピンポン。さすが妹よ。僕は失恋した。だからガレージにこもっている。今回の失恋のダメージは大きい。だからスニーカーも洗った。なぜ僕のだと？コートの中にガソリンスタンドの伝票が入っていたので調べたんです。そうですか。お聞きしてよろしいですか？どうぞ。どうして私のスクーターにコートを？祖母の口癖なのです。困った人を助けると天国へ行けるって。まあ好きなんですよ、バイクが。優しいんですね。昔のガールフレンドが同じスクーターに乗っていたんです。それにナンバーも一字違い。それで。それから僕たちは時々会った。雨の多い年の雨の多い月だった。
久しぶりに故郷の家に帰った僕は、かつて勉強部屋だった屋根裏でトランペットのケースを見つけた。そうか、こんなところに入れてたんだ。トランペットはブルース好きの父から譲り受けた。それは卒業と同時に彼女の左手の指輪に変わり、楽器屋に並んだ。僕たちは住み慣れた町を離れ、一緒に暮らし始めた。部屋は列車の振動で毎日揺れていた。21回目の僕の誕生日、彼女と彼女の友人が僕のために料理を作ってくれた。彼女はシーフードサラダ、友人はビーフシチュー、そして僕と彼女がこの町へ来た日に買ったとっておきの、でもこの料理には不釣り合いなワイン。5分の1のワインが振動で揺れた。ねえ、トランペットを吹くんだって？話したの？ごめん、聞かせてよ。いや、でも私も聞きたい、ずっと聞いてないし。それが今修理に出していて。修理？うん、ごめんね。いつ？先週だよ。そう、なんだ残念。ちょっと待って。できた。笛？音出るの？運が良ければね。その少し後、彼女は家を出て行った。君か。ねえ、指輪返す。いらない、捨ててくれ。列車の音が耳障りだった。その3ヶ月後、もしもし。私。ああ、君か。ねえ、指輪返すわ。同じセリフ、でもとても静かで落ち着いていた。そして僕も同じくらい落ち着いていった。いらないよ、捨ててくれ。結局僕たちは会った。彼女には優しい微笑みが戻り、指輪は消えていた。あのトランペットだった。でもあの日は戻ってこなかった。トランペットケースに入っていた彼女の手紙は全部で11、ブルースは12小節、1小節足りない。おっと、忘れてた。これで全部。これが僕と彼女の日々、僕たちの永遠の12小節。このカセットは
僕のお気に入りだ。夏のビーチによく似合う心地いい音楽。今年でこの海は5回目になる。去年までは僕の隣にビーチチェアがもう一つあって、その間には一匹の犬がいた。5歳になるダルメシアン、名前はフィリップ。元は僕が飼い主だった。フィリップ、それが5年前の出会いだった。彼女が来てからはフィリップは彼女にご就寝。彼女はフィリップの散歩を朝晩欠かしたことがなかったからだ。そしていくつかの思い出を残して、去年の秋。じゃあ、さよなら、フィリップ行っていいよ。その2ヶ月後から。もしもし。時折彼の電話が来るようになった。ああ、フィリップ元気か？え？僕かい？昨日感じのいいカフェを見つけたよ。シナモンティーがおすすめだな。新しい散歩道には慣れたかい？お気に入りの場所は見つけたかい？このカセットは僕のお気に入りだ。曲は彼女のセレクト。夏のビーチによく似合う心地いい音楽。でも僕が特に気に入ってるのは、どうやら間違って紛れ込んだらしい最後の部分。ダメよフィリップ。こらフィリップ今日は特別気持ちがいい。今日のビーチはなんだか5年前のあの時に似ている。ダメよフィリップ。フィリップったら。それにしても今日はやたらうるさい。ビルの谷間の一人ぼっちのグラフィティ。僕は彼にケンと名前を付けた。
ルバイトで貯めたお金でギターを買った。僕はケンにもギターを買ってやった。お待たせしました。チェーンオブラ。え？いい曲ですね。あ、ええ。すみません。一人ぼっちのケンにガールフレンドを見つけてやった。名前はメリー。え、辞めたんですか？ああ、田舎へ帰るって。そうですか。田舎へ帰ったって？ええ、一昨日帰る予定だったんです。でも忘れ物が。忘れ物？でももう大丈夫、見つけましたから。え、そう、0時の夜行で。駅に着いたらこの傘使ってください。そんな悪いよ。私の田舎はいつも晴れなんです。それにまた。え？何でもないです。あ、ちょっと待って。翌日、空は彼女のふるさとのように晴れたというのに、ケンとメリーはいつまでも相合い傘だった。また遅れるって？言い訳はもういいよ。わかった。夢の逆さま国の入国手続きは逆立ちすれば完了した。ケン。あ、どうも。君は
ガールフレンドと一緒じゃないのかい？え？また遅れるって？言い訳はもういいよ。わかった。おっと、その顔は喧嘩したな。気持ちはわかるけど、そうカリカリするなよ。彼女の仕事、今がピークなんだろう。僕だって同じさ、休暇届を出してるんだ。や、や。彼女は初めから来る気なんてなかったのさ。君に彼女の気持ちがわかるのかい？逆さま国が平和なのは、常に相手の立場で物事を考えることが可能だからさ。ということで、満場一致をもって全ての議題はスムーズに決定しました。この国の政治家のハートはイコール庶民のハートでもある。僕には理解できないよ。君だってこの間彼女を30分待たせたんじゃないのかい？来てるのか？さあね。これはこの間の待ち合わせの時間に遅れた君を待っている彼女さ。仕方なかったんだ。あれは急に課長の命令が。無理だよ、今の君じゃ落ちちゃうよ、空へ。けれど彼女は許してくれた。逆さまの立場に立てばもう一度自分を見つめ直せるのさ。さあさあ。だね、ケン。あのバスで帰るといいよ。それじゃ。うん。風が吹いて、そして逆さま国は風とともに消えていった。列車の時刻まで僕たちはステーションホテルのカフェにいた。別れがひたひたと刻み寄ってくる。写真持ってきてくれた？今年の春のドライブね。うん、私も持ってきたわ。覚えてる？2年前二人で泳ぎに行った時のよ。それともう1枚。電話をかけるよ。じゃあ手紙を。まだ40分あるわ。2枚もいらない？3年前の卒業式の時の写真よ。僕ももう1枚持ってきた。
ありがとう。そしてもう一つありがとう。何が？私を行かせてくれて。出ようか。彼女は仕事で遥か南へ行ってしまう。今日がその日だ。ありがとうございます。いいえ。怒ってるみたい。 5% 怒ってる。しかしあとの 95% は後悔だ。私を生かせることに。いや、なぜ僕たちは二人で写った記念写真を一枚も撮らなかったのだろう。そうね、多分私たちには必要ないと思っていたから。ヒョンが来るなんて思ってもいなかったから。今日は孫が来る。いつもより念入りに頼みますよ。どこへ行くの？おじいちゃん、あれは何？あれはゼロキロポストさ。ゼロキロポスト？鉄道の線路が始まってゼロキロメーター。そう、すべての旅がここから始まるんだよ。発車まで15分。彼女は澄まして笑って、そして泣いた。風力4でカモメは舞い上がる。あの人が言った。私がバイクに乗るようになったのはあの人の影響。あの頃はいつも一緒だった。ラベンダー畑に着くとあの人は雲の流れに時間を忘れ、私は曲をラブソングに変えた。ん？この曲知ってる？さあ。今 CM で流れてるの。へえ、そうなんだ。あの人は知らないことが多かった。世界中に情報があふれているというのにテレビも新聞も見ようとはしなかった。私はそれが不安だった。そうか、今日行くのか。ああ。あいつには言ったのか？いや、もう別れたから。勝手だな。うん、そうだな、本当勝手だな。あの人と別れてふと思ったことがある。それはあの人がもしかしたら知らないことを大切にしていたんじゃないかということ。
何？聞こえなかった？ごめん、聞いてなかった。そうじゃなくて。え？いや、いいんだ。あの時、あの人は何かを聞いていた。確かに、何かを。あの時、あの人は何を聞いていたんだろう。結局最後まで私はあの人のことが分からなかったということか。私の耳にもあの人の聞いた季節のメロディーが聞こえた。僕は寝ぼけてとんでもない駅に降りてしまった。やれやれ。え、なんだって？下り列車は明日？はい、この駅は上り下り1日1本ずつしか停車しないのです。バスやタクシーは？ご覧の通りです。でも方法はあります。小さな駅を一人で守っている赤い駅長はこう言った。一旦上り列車に乗って9つ先の駅で下りの急行に乗り換えるのです。その上りは何時かな？午後3時47分です。3時47分？あと6時間もあるじゃないか。正確には6時間と11分です、うん、仕方ない。じゃあ紫陽花の花びらでも数えて待つとするか。お付き合いします。そう、来年の3月でこの駅は廃止されるのか。はい、あと9ヶ月と17日です。僕たちは海を見ながら取り留めもなく語り合った。家族や友人のこと、星座、好きな季節、最高のディナー、そして君の夢は？結婚です。結婚が夢？この駅を出る最後の列車で結婚式を挙げるのです。駅は終わりますが僕たちの未来は始まるのです。駅長さん、お弁当机の上に置いておきましたから。あと、どうも。いつもごゆっくり。あ、もう一つ頼むよ、お客さんの分も。はい、どうぞ。ありがとう。うん、おいしい。あの子だね、紫陽花の駅の企画者は。そして未来のお嫁さんは。はい、でも。え？プロポーズがまだだって？はい。あと9ヶ月と17日だよ。なぜ言わないんだい？はい、それがなかなか。海に向かってなら言えるのだけど、列車を見送る以外はずっと海だけ見てきたから。海に向かって行ってもダメさ。
これから君が見続けるのは海じゃなくて彼女なんだよ。いいかい？相手の目を見てしっかりプロポーズするんだ。君、水瓶座だったね。え？僕も水瓶座さ。今日は水瓶座にとってラッキーデーなんだ。実は僕も今日彼女の両親に結婚の許しをもらいに行くのさ。絶好のプロポーズ日和だからね。お互い頑張ろう。しっかり相手の目を見てね。6時間11分後、僕は上り列車に乗り、9つ先の駅で下り急行に乗り換えた。そして、あの駅に再び差し掛かる頃には、辺りを夕闇が支配していた。水瓶座、プロポーズ日和、結婚の申し込み、すべて嘘だった。いいかい？相手の目をしっかり見てプロポーズするんだ。半年前にそれをしていれば、僕の旅は一人旅ではなかったろう。君の夢は結婚です。そう答えた駅長は相変わらず海に向かい、しかしその横には彼の言葉に耳を傾ける女の子がいた。ランチタイムだよ。出てきたらどうだい？いいの、ほっといて。私の失恋、兄貴の失恋よりずっとずっと大きいんだから。右側の棚の上に青いシャツがあるだろ。それ実は親父のシャツなんだ。失恋の話は親父にするといいよ。え？僕は失恋した時、親父とよく話したよ。だって父さん。妹は僕の背中にしっかりと捕まっていた。僕は今は亡き父のシャツを羽織って